こんにちは、つちのこです。さあ、オーシャンテールの方ね、本編の方、まあデモっていう形で中途半端に終わっていたんですが、もう一つね、ファイルがあって、なんと、ガスターと戦えるみたいです。ということで、僕本編の方、本編って、アンダーテール本編の方でね、ガスターと一度も遭遇もしてないので、ちょっとね、ガスターがどんな人物なのかもよくわかってないんですが、倒せる、右の人誰？右の子誰？よくわかってないけど、右の子誰？ということで、ガスターがいるみたい。なんかガスターが、まあ、サンズの生みの親だったりとか、パピルスの生みの親だったりっていう、なんか、考察もされてるみたいですが、どうなんでしょうか。じゃあちょっと、オーシャンテールの世界ではどうなのか、始めてみたいと思います。わ、ドキドキする。ガスターってね、まともに喋れないんで、ロシア語でも全然関係ないっす。じゃあ行きましょう。おー、なんか重厚な音が流れて、なんかあれですかね、何か始まるんですかね。なんかオープニングかなんか始まるのかな。え、何も始まんないんだけど。え、ちょっと待ってどうなってる。あれ？ちょっとなんか目が慣れてきたけど、なんか部屋みたいのない？ちょっと明暗度上げてみようか。僕のね、パソコンちょっと明るすぎるとあれだから暗くしてるから。お！びっくりした！あ、動いてる動いてる！なんだ？ちょっとこれは何言ってるかわかんないね。ロシア語。なんか、研究室みたいな？なんかうっすら見えてる。ロシア語わかる人、翻訳よろしくお願いします。ロシア語は第二外国語で取ってないよ、僕。これは、なんかどこ、あ、下の方いる。教室じゃないよね。なんかテーブルがあるよな、ここ。お！なんだ、なんかいた。あ、これガスタの声でしょ。あ、あー、来たここだ手があるよ。お、おおおおおおお、始まった。ファイトが動いてる。おい、うわ、めっちゃ HP 多くね。でも攻撃力も高いけど、やべえ、これ完全シューティングゲーじゃねえか。あ、なんかオメガフラウィー戦思い出すね。で、音楽がちょっと神なんですが、音楽よくね。よし。うわー、これあれだよね。青が動かなくてもダメージが食らわない、赤は動いてないとダメージ食らわない、ダメージ、動いてないとダメージ食らっちゃうっていうやつよね。動いてたらダメージ食らわないんだよね。もうわけわかんなくなってきちゃった。で、下から回復が降ってくるんで、こう真ん中の方にいて、はい、あー、回復下のね、緑が、回復なので、ダメージ食ったら下の方に待機して避けながら回復するみたいな、そんな感じかな。そんな感じだね。オッケーオッケーオッケー。なんか攻撃が弱、あ、攻撃弱まったと思ったら普通の攻撃も出てきて、やばいやばいやばい、ちょっと待って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 、落ち着こう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 、死ぬ死ぬ死ぬ。あ、これぐらいだったら避けれるんだけど、目がおかしくなりそう。目がおかしくなり、弾幕。弾幕系、4つになったらきついね。そしてファイトがなかなか来てくれない。よし。いいぞ。あー、目が回るよ。なかなか HP 高いね。よし。もっと中に入ってきておくれ。残り3分の1ぐらい。ダメージ量に差がだいぶあるな。やばいやばい、この量が多い時はきつい。これシューティング系得意な人だったら余裕なんだろうな、これ。脳回復でもいけちゃうのかな。うわ、下行かれた。うーわ、
避けれねえ、マジ。あ、やばいやばいやばい、回復回復、回復してくれ、頼む。あー、減った減った、攻撃量減った。あー、助かる、回復助かる、マジで。いけるいける、結構時間はかかるけど難易度的にはそんなに高くないかも。4つ来た時がきついね。これ今2種類しか来てないから大丈夫だけど、よし。お、もうすぐ、もうすぐ、もうすぐ倒せるよ。どう？きた！なんだって？お、よー！やば、食らってない？嘘でしょ！嘘でしょ！そっから、しかも落ちたし、そっからさらにあるんですね。うわ、これよく見たらさ、なんか血がついてない？ここ。あ、棺桶なんだな。よし、来いや。もう分かってっからな。あー、怖い怖い怖い。よし、どうだ、やったか。え、疲れてるぞ、顔は。顔疲れてる。お、許す、戦う、許してみよう。ガスター大丈夫だよ、戦うつもりなんかなかったんだよ。あ、え、去っていった、普通に。ああ、終わった終わった、エンディング来た。いや、オーシャンテールね、面白い、面白いですね。雰囲気すごいいいんだけど、ちょっと続編作るまでにはいかなかったのかな。あの、ぶっ飛んで、あの、ガスター戦は作られたみたいなんですけど、本編もね、非常にこう、世界観もなんかいい感じだし、キャラもね、作り込まれてるんで、普通にね、これ英語版とか、まあ日本語版はちょっとさすが難しいかもしれないけど、英語版作ってほしかったですね。もうなんて書いてあるか読めないっていうのがちょっと残念。でもあの、3がすげえ好きだなっていうのが、なんとなくわかりました。3っていう文字がいっぱい出てくるから、なんかあの、3が関係してるんだろうな、みたいな。その数字ぐらいしかわかんないんでね。おい、な、どうした？で、隣の子誰？サンズ女の子になっちゃった？サンズじゃないよね。これ誰だと思います？他にこういう子出てきてたっけ？あの、ミュウミュウ。プンスカミュウミュウ。ミュウミュウみたいな女の子いたけど。とわかんないっすね。おぉ。この二人の関係性とは一体。あー、終わっちゃいましたね。ちょっとじゃあ、叩くの方選んでみましょうか。ちょっと大変だけど、あそこまで行くの。ねえ、ハートがさ、ガスターのハート赤いんだけど、赤のハートって、アンダーテールでは本編に出てきたハートの持ち主だよね。まさかガスター、まさかこの世界のガスターとは。よし、耐えた。あぶねえ。行くぜ。やっつけてやるぜ。ほら、おお、やっちまった。おお、おお、うわー、なるほど。このやってしまったことにより結果どうなったっていうか感じなんでしょうね。許すか、倒すか。まあ、これね、ちょっともうあの本編がね、あの、さっき言ったみたいに、もうあの、更新があんまりなさそうなので、これによって何かが変わるみたいなことはないと思うんですけども。どういう存在なのか、ちょっとよくわかりませんね。
本編のガスターはマジちょっと霧みたいな存在だからな、あんまり多分攻撃とかも当たんないじゃないかなと思うんだけど、デルタルーンでもねガスター結構メインでね出てきそうな感じがするので、これからねデルタルーンもちょっと楽しみですね。顔怖いわそれでガスター顔怖いわ、溶かしちゃった。はい、ということでオンシャンテールの方はこれにて、終わりにしようかなと思います。ちょっと初めてだったねガスター戦、ちょっとドキドキしましたけど、なんとか僕でもクリアできるレベルでした。たくさんね au のリクエストも来てるので、まあ、ちょこちょこね面白そうなものをやっていこうかなと思います。ということで、よかったらまた次回も見てください。それじゃあ土の子でした。